トルコ工業銀行のアタチュルク CM はトルコ共和国の建国の父とされるムスタファケマルアタチュルクのありシヒを再現した CM アタチュルクの69回目の命日にあたる2007年11月10日に初めて放映されたアタチュルクを使った初めてのコマーシャルともなったコマーシャルはレトロ色を出すためにモノクロで撮影されたコマーシャル制作時に歌われたスローガンは あなたが育てたバラは、今日、もうに複数であった。50名のスタッフにより制作されたコマーシャルの制作は、事前準備に3週間、撮影に3日を要し、時代交渉のため歴史家かつ、映像作家でもある、ルズバン・アカルの意見が参考にされた。子供の役を、ハーガン・ビュークトプチュ、アタチュルクを、ハールク・ビルギネルが演じた。ハールク・ビルギネルの特殊メイクは、 ビットリオ・ソダーノとスタッフにより40時間かけて行われ、彼らはイタリアで事前準備に1週間を費やし、撮影のためにトルコでも1週間作業をした。ビルギネルをアタチュルクに似せるため、まず顔の型が取られた。髪の毛と眉毛を植える作業はスザン・カルデシにより2日間かけて行われた。衣装は1936年6月21日に、 撮影されたアタチュルクの写真を参考にされ、デザイナーのナーラン・トゥルク・オールと6名のスタッフにより、1週間で10種類の衣装が用意された。当時の特色を再現できるロケ地を探すため、イスタンブール、エディルネ、ブルサ、イズミル、アンタルヤでロケーションハンティングが行われた後、イスタンブールのパシャバフチェでの撮影が決定された。撮影が予定されている映画、 アタチュルクのアタチュルク役の候補にビール・ギネルの名も加わることになった。制作者はトルコをバラエンに例えたコマーシャルでアタチュルク自身が直面した困難も反映させたかったと発言した。メディアを再生するバラエンのインスピレーションの背後にあるオリジナルのシーケンス。ありがとうございます。